第1試合バンタム級の3分3ラウンド延長1ラウンドの戦いをお届けしていきます。ライズ100ブレードゼロ、赤コーナーに有松智、青コーナーは那須川天心、この両者の対戦をここ大田区総合体育館からお届けしていきます。解説には熊久保秀幸さん、実況は畑野浩二でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、まず熊久保さん、はい、このオープニングファイト第1試合ですが、那須川天心注目されてますね。そうですね、はい、あの那須川選手はですね、もう少年時代からですね、はい、もう注目を浴びる存在で、うん、まあ、あの数々のですねジュニアタイトルを取りまして、はい、あの試合もですね、もう本当に大人の試合より面白いと、うん、選手関係者がですね、はい、評価すること選手なるほど、まあどこでですねそのプロデビューするかと注目されたんですけど、おーっと、いきなりヘッドストレート。試合前にこの那須川に話をしたところ、はい、左の蹴りでリズムを取って左のストレートで決めるという話が出ましたけど、はい、まさにそれでしたね。そうですね、どっちのタイミングでしたね、はい、まずはその左の蹴りでまずリズムを取って空いたところに左のストレートを入れてきました、那須川。そうですね、あ、効いてますね、パンチ、強烈なパンチの連打、かなり激しい。やっぱりあのジュニア時代から100戦近い試合をやってるんですよ、うん、じゃあこう試合慣れしてますよね。なるほど、これはデビュー戦ということなんですが、はい、もうそのデビュー戦の緊張感というのは全くありませんね。衝撃デビューですね、那須川天心、ここにあり。